皆様こんにちは。はじめまして、私はスカナダと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今からゴムコビアのガムランというバリ島の伝統的な楽器をご紹介したいと思います。ゴムコビアのガムランはバリダンスまたはダンスパフォーマンスアートを伴うのための楽器で、バリ島の伝統的な楽器の地元の文化遺産でございます。ワンセットのゴムコビアルは35種類の楽器で成り立っています。それはコムガールやガンサーやカンテルやスリンやリオンやクンダなどです。その35種類の楽器 の中で一番叩きにくいまたは一番プレイしにくいのがガンサーとクンダンです。これがクンダンです。で、彼が私の老いです。名前がコマン・アディです。あだ名がアディさんです。じゃあアディさん、クンダンの叩き方をプレスの仕方を見せてあげてください。次はガンサーです。バリの伝統的な楽器はドレミファソラシドを使わなくてランリンルレンドンを使います。で、彼が私の子供で名前がクマラです。あだ名がクマちゃん。はい、クマちゃん。ガンサーの音を見てあげてください。これから3人でやってみます。はい、やりましょう。Sang do deska bari ni korare mastara gamuran yaru taiken o stemio to moimasu ka bari de wa kakumura ni ikutsuka no gamuran senshu gurupu ga arimasu bari hindu no gisuki wa yoku okonaware masu no de sono toki kanarazu gamuran to bari buyo no ensho o yarimasu。お祭りの2日間前に村の集会所でみんな集まって1回2回ぐらいガムランの練習をやります。みんなお金をもらいませんが神様に感謝する気持ちでやります。
お祭りの当日にガムラン選手はお揃いのバリ衣装をまといます。バリのお祭り儀式はすごく立派です。みんな綺麗なお供え物を作ったり、聖なる歌を歌ったり、ガムランと舞踊の演奏もやります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いなと思った方はぜひグッドのボタンとチャンネル登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。Sampai jumpa lagi.